アラン・パッサールは、フランス料理の料理人。現在、パリの三つ星レストラン、アルページのオーナーシェフである。料理に目覚めたのは8歳の時、祖母のルイーズ・パッサールから料理を習う。14歳で料理業界に入り、地元の菓子店などで働く。その後、ヌーベル・キュージーヌの記載と呼ばれるアラン・サンドランスなどに指示。1986年に、アルケストラとアトチに、 アルページュをオープン。開店した年に1つ星、翌年にはミシュランの2つ星を獲得。1996年には当時40席ほどの小さな店だったにもかかわらず、シンプルで独創的な料理で3つ星を獲得。肉の魔術師と呼ばれ、かつては肉自身が焼かれていることに気づかないうちに肉を焼き上げると言われるほどの火加減のエキスパートであったが、 1999年頃より野菜料理に系統。2001年より一転して野菜料理のスペシャリストとなる、ルマン近くのサルトやノルマンディの土地を購入。自身でこだわりの農作物を作り、野菜料理を研究。農耕場や天然の肥料を用い、鳥やミツバチが飛び交う自然のシステムを利用する、昔ながらの農法で丹念に育てた野菜を使い、 野菜のみのフルコースを作るなど、話題を集める。日本では、ザ・プリンス・パーク・タワー、東京や、京都ブライトンホテルのメニュー開発や、地方での料理講習会、2007年には子供向けの料理絵本、庭の小さな仲間たちの季節の野菜レシピを出版するなど、精力的に活躍中。ベリタ料理の鉄人、鉄人ワールドカップ1997年10月10日。 ご紹介、ありがとうございます。